この菅さん、まだ歯が何本か抜けちゃってますよね。それ中でのこの医療の劣悪さ、特に歯科の、これはもう恐るべき世界の話なんですよ。と同時に、本当の犯人も今どこかでせせら笑ってるわけですよね。あともう一つお聞きしたいんですけどね、この12年前のこの事件があって冤罪を抱えてるっていうことがあったっていうことと、鈴木さんの二審から弁護を引き受けられたってことは関係ありますか？考えなくて直接は関係ないですけど、やはりね、冤罪という意味ではね、全く、いや、要するに私が知りたいのは冤罪心証を持っておられる。ああ、そうそう、もちろん、もちろん。要するに非常に、要するに最初のところは、これは鈴木さんの件、冤罪ですよ、ということを佐藤さんはっきり言ってたんでね。そうです。だから、どっかのところでやっぱりこれは、その放送で法律をやってる人として、冤罪っていうのはどんなものだって認めてはいけないんだと。一般の人に対する冤罪もそうだし、政治家に関するも、おっしゃるとおりですね。そういう気持ちが過ごす、佐藤さん、全く共通ですね、そういう意味で。鈴木先生 の、 特に私は山に向けた対応してるんですけど、はい、完全に冤罪だと思うんですね。検察が作り上げたですね。今、その私の山に事件、このもですね、おかげさんと山にの関係者は今はですね、鈴木さんに賄賂を持っていってないし、何も行政も曲がってないし、正規の政治資金ですと、こうなってるんです。で高等裁判所にも山林関係者の陳述書も出てるんですよ。これほど明らかなのに、やっぱりこの検察っていうのはもう一方的に作っちゃうんですよ。その証人になるべき人、参考になるべき人をですね、前もってさっきの菅さんに呼んで、俺たちの狙いは鈴木だからこっちに協力するっていうやり方でですね、シナリオを作られちゃう。これが一番困るんですね。業界用語があるんですよ、証人テストってなんです。証人テストって業界用語で言って、呼んできてリハーサル全部してこうやってこう答えるってやるんですね。その上でやってるから、あれは一つのショーなんですよ、あそこの裁判で。そうですね、今の話聞いてて思いましたけど、菅谷さんの場合には本人は非常に厳しくありますね。佐藤正春さんの場合も鈴木先生の場合もそうですけど、その本人はなかなか落ちないっていう見てるじゃないですか。と、ね、関係者を、ね、落とすわけですよ。関係者にはですね、お前頑張ってたら無駄だろうと、自分どちらかとかよく考えろって言ってね、はい、でね、人を罪に落とすことを言うと解放されるわけですから、菅谷さんが自白するのはなんか自分で罪被るんだけど、はい、楽な方に誘導してですよ、結局検察が狙う供述を取るわけだから、取り調べの可視化とかなんか言われてますけど、それはその疑われてる人の価値観も大事なんだけど、鈴木先生、佐藤さんの事件は関係者と言われる人たちですね、こういう2つの取り調べをきちんと、ね、可視化しないと、はい、全然冤罪というのは繰り返し作られる。私は捕まった3日目に言われましたからね。捕まった3日目のあなたを捕まえた理由は簡単だ、鈴木宗男さんと捕まえつなげる事件を作るため、これは国策捜査なんだからって検事に教えてもらいました。それでその後こういうふうに言われてましたよ。僕と一緒に捕まった愛被告人の前島君という外務省のキャリア職員が、これはすぐに認めちゃったんですけどね、三井物産から鈴木宗男に賄賂が行ってると思いますって供述してるんですよ。そういう話を知ってると僕としてもとっても嬉しいんだって私言うんですよね。それは私は事実だったら言うけど、鈴木先生ごめんなさいと、事実じゃないんだと、そんなものもらってないと、そういうふうに言って、頑張ったらもう困っちゃったねと、こういう感じでした、ね、いや、これ本当に佐藤さんはね、実際、まあ、捕まって、刑もね、出ましたけど、私の場合本当に関係者としてあれですけど、いきなり国税局から、お話がしたいとかいろいろ言われて、これはね、宗男さんが、逮捕されるんじゃないですか。そうすると鈴木宗男を支援している会社だとか、いろんなところへ圧力がかかります。これは当然、この間の小沢一郎さんの時もそうでしょう。小沢一郎云々の時も、小沢さんの関係者、いわゆるその支援している会社行って、お前、小沢に賄賂を送ってないか、お前もいいんだよ、お前はもう送った方なんだから、もう時効が過ぎてんだから、けどもらった方はまだ時効がないんだぞ、これで宗男さんのとこもやられたんですよね。私のところに言ってきた人だけど20社ぐらいありますね。
私応援している会社でですよ、正規の政治資金出しておってもですね、下心があったんじゃないかと言ってですね、こういう、あの、こう、なんていうんですか、圧力かけですね。これは、あの、宇田さんのね、まあ、佐藤さんの事件は、関係者、ね、強烈な圧力をかけますよね。あのね、今ね、私も思いましたけど、はい、先生すみません、あのね、鈴木先生さんの事件は、私、あの、一審のとか、捜査の時は全然普通の読者ですから、そうすると疑惑のデパートの人だというふうに思ってましたそれでですね、松山千春さんがね、あれだけ有名な人がね、応援してるっていうのがね、信じられなかったですよ、はい、はっきり言って。はい、大丈夫かなと思ってそれからね、佐藤勝さんがなぜ起訴されたのかって言ったら、頑張っちゃったために起訴されちゃったわけですよ、結局は。それで、私は地震の時からですけど、やっぱりその鈴木さんのそばにこういうふうな人がいるっていうことで、当時の報道というのが全部違ってんじゃないかというのも、で、足利事件全く同じですよね。当時も彼が犯人に仕立てられる報道でダーッとなってたんですけど、まあ、ここは私が松山さんの立場みたいなもんで、はい、世間から言われてる時に、あ、この人は無実だなっていうふうに信じて、まあ、頑張ったっていうので、はい、そういうのが全く共通してますね。いや、それでその、私はだって松山さんの話、今思い出した取り調べって聞きましたよ。松山千春さんも来るかもしれないねそれで、国税が入ったんだけど、その他にも何か大変なことあるんじゃないのかなそれはね、冗談の時に、宗男さんが捕まった時に、まあ、ヤマリンとか島田建設とか、いろんな宗男さんに賄賂を送ったと言われてね、会社にプレッシャーがかかるし、うちも国税が入ったりなんかして、俺最初にやったことね、何年か分の自分のスケジュール帳あります、これ全部燃やしましたいや、もし、ね、もし俺まで何かあった時に、俺の知り合いじゃないですか、例えば芸能人だったりスポーツ選手だったり他の連中の、ね、電話番号とか住所とか、それといつどこで何をね、やったかって全部書いてありますから、これとりあえず5年分ぐらいのかな、全部宗男さんのおかげですよ。いや、僕はね、逆にね、手帳を全部まとめて、手帳と預金通帳を全部まとめて輪ゴムで留めて役所のキャビネットの中に入れて持っていきやすいようにしてるんです。そうしたら検察官から可愛くないやつだと、そういうのを消しといたら罪証隠滅でやられますよね。でもね、今だから真相を話しますね。僕の手帳って表に書いてることと全然違う、暗号化されてるんです。だから誰と本当に会ったとか、重要な人と会ったかとか、全然違う印とかね、あるいは赤いボールペンで点がついてるとか、そういうふうな形で全部書いてるんで、真相分かんないんですよ。ですから全然手帳の調べ方もなってない。それからあとですね、重要な人の住所とかいろんな会ったところの連絡っていうのはロシア側の本の背表紙に隠しておいたんですよね。ところがこれ押収してないんですよ。本の数があまりに多いんでね、きちんと調べてないんですよ。ですから調べ捜査とか甘いですね私がもし本当にロシアのスパイかなんかでしたら、北朝鮮か、それだったら乱数表とかなんとか全然調べないままで終わりになりますね。しかも暗号とか乱数とか読めるやついないですから。ロシア語で書いてるノートだって全然翻訳できないですからね、彼らの力じゃ。だから自白は証拠の王様なんですよ。自白をすればそこのところが作ってるんですよ。物証から決めていくなんていうことっていうのはあの人たちしないです。本当に特に独創っていうのはそうですよね。ただちょっと話長くなっちゃったんですけど、僕はね、鈴木さんや僕らだったら守る術とか知ってるじゃないですか。そういう我々のところでもこれぐらい来たわけですよね。じゃあこれを放置しといたら、菅谷さんはじめとしてごく普通にいるここの人たち、ある時偶然何かの変な密告であるとか捜査当局の勘違いでね、疑惑をかけられたら見守る術ないじゃないですか。だから菅谷さんと同じような思いをしている人って僕今刑務所の中に結構いるんじゃないかと思うんですよ。それからあと菅谷さん、あと2つのことを自白したと、その2つ自白したやつのもう1つのやつに物証がついてきたら僕死刑だったと思いますよ、菅谷さん。どう思います、この佐藤さん、死刑の可能性、相場感として。